きます。3、2、1。そう、39度5分出てめっちゃ汗、どうしよう。あ、皆さん聞いててくださいね。喋ってて、喋ってたらあかんわ。ピッピッピッ、みんなのスキピはアイピー。ありがとうございます。あなたのお姫様にしてください。大阪府出身、アイピーことさつきあいかです。よろしくお願いします。はい、多分大丈夫だと思います。おもろい。戻るの早すぎない？治りました。多分多分ってか、治りました。ちゃんとありがとう、マジありがとう。何かはちょっと秘密ですね。みんなありがとう。そうなんです。変顔してたの見られてました。マジか。バレした。そうですね。今日はすごい体調不良の子とかいたり、怪我とかで結構ね、メンバーが変わってて、ミヒナも変わって、リサも急遽出てくれて。サクがね、リハーサルの時点でポジションが変わって、リハの時に知って急遽変わったんですよ。ハイドさん、野球ボールありがとうございます。そう、そっからね、久々5番手で覚え直ししてやってくれました。うん、そうなんです。ありがとうございます。サクラと一緒に来てほしい。リサへの暴露、そうですよ。あの人なんか嘘とか言ってたんですけどね、あれね。あ、でも私があのぶつけた話なんですけど、あのジョーラはさすがに持ってます。家帰って踊りたくなってジョーラになるやつおらんやろ。あれはね、持ってます。ちゃんと服はね、着てましたよ。ここ怪我したって言ってたじゃないですか。あれもね、あの脱衣所で踊って、何踊ったっけ、ダン踊って、ダンダン、この恋はダンダン終わった、なんかダン踊ってね、怪我したんですよ。あ、ダダンってのを脱衣所でしたら、あの櫛の角にここがぶっ刺さって怪我しました。そう、ちゃんと服着てましたから。でもでね、リセットをね、踊ったんですよ。チャンチャンチャチャチャンチャチャチャン風よって、こう回る、サビ前に回るとこがあるんですよ。そこを踊ろうとしたら膝を強打しました。そうです。踊る場所は、そう、ちゃんとね、家に鏡はあるんですよ。鏡はあるんですけど、なんか急に踊りたくなるじゃないですか。なので、そう、ほんまにサンキューに全部投票して、わあ、スワンボートは、お前サンキューも嬉しいけど、そうです。 M のまたぎ似合わせちゃいますよな、全然覚えてない。ごめんなさい。リセットはね、ちょっとだけ踊れます。そう、そうなんです。破天荒で、本当になんかね、隠蔽されましたけど話が。あの話ちょっと、あの話し会とかでリサに聞いてみてください。信じるか信じないかはあなた次第。そうです。スワンボートの、スワンボートを1位にしようっていう取り組みをね、始まったんですよ。あのビラ書いたの私です。書きました。はい、全部レイアウトから頑張って6時間ぐらいでね、徹夜して頑張ったんで、皆さんぜひ受け取ってくださいな。そう、セミの若菜さんもね、手伝ってくださりました。みんなから寄せ書き集めて、背景投下して送ってくださって、ビラ班です。私、ユナさん、若菜さんがビラ班で作りました。私が作りましたよ、皆さん。そう。そう、公演メンバーじゃないメンバーがお渡しします。いつまで配るの？あの
投票期間です。投票期間の公演がある日に公演メンバーじゃない子が配ります。そうです、サンボート一択。そうです、神戸コレクション出ないです。出ない、なんかコレクション系も出たいなとは、ね、すごい思うんですけど、チャンスだし8期生9期生だからチャンスなんですけど、あれですね、出ました。5人ぐらい、でも9期生2人で、ヨシミンと古川ゆきのちゃんと、あと8期4人ぐらいかな。そう、あのお話し会のね期間と、お話し会期間かぶってるっけ、お話し会のあれがねかぶってるんで、お話し会の方に行ってほしいなって思います。うん、なんか一回きりやし、そう大事だけど、今回はお話し会の方がねちょっと大事だなって思ってるので、皆さんそちらに。スケカニさん、野球ボールありがとうございます。ゆきのちゃん日曜日、ゆきのちゃん連絡取りましたよ。ゆきのちゃん大丈夫って言ってました。明日わかんないけど、わからんけど本人は大丈夫って言ってましたボイスメッセージで送りましたよシャメ追加したわ、嬉しい。スワンボート、スワンボートにね皆さん一票お願いします。ハッシュタグ1位までこぎ続けて、私が考えましたあのグループでハッシュタグ何がいいですかって言って、そう全然来なかったんで、もうこれに決めましたみんな忘れてたんですよ、うん、そう、サンボート1位にしましょう。そうなんですよ、全部私が考えてるんですみんなでね、でもズーム会議して、これからもまたそのビラ配りだけじゃなくて他もあるんで、取り組みが57分ぐらいになったら教えてください。皆さん、私がリーダー見て、ほんまになんかお話し会の画像とか作ってたの見てくださって推薦してくれました。でビラ配りのそのレイアウトとかデザイン全部やりましたね。大変やったけど頑張った得意なんですよ、ああいうの作るの昔から。新聞委員でした関係ない新聞委員だったんで、ああいうのね作るの得意なんですよ。そうです、ビリビリに破ったりとか捨てないでくださいね。ナンバ付近に落ちてたら私もやみますビラビラ皆さん悲しみます。そうです、ね、いつ推しが出現するか、WBC を横目に見ながら作ってました。世代交代前夜とかに勝ったね、イタリアかイギリスに、うん勝った確かに、うん、めっちゃ勝った、よかった。あれってやるの、ブーみたいな、ビラいます、捨てないでください、まずそう、お願いします。これはチーム B2 が変わるターニングポイントだと思ってますね。本当にね、世代交代は B2 だってさつき愛花さんが言ってました。 B2 が世代交代する側なんだって言ってましたよ。そう、陸泡でスワンボート踊れたら、僕が初めて外でスワンボート踊れる記念日やから、周年も踊ってないし、サンリオもちょっととりあえず役払いに行きますそうです、最高。明日から、明日から行きますので、東京にもう荷造り始めてます。靴がまだちょっと準備できてなくて明日から
いますい。そう。確かに2サビ上げるボートとか役払いに行った時もらってきた。それは嫌だ。そう。明日、明後日春、長袖ですね。長袖清楚系コーデ。どうでしょう。巻きかストレート迷ってます。皆さんどっちがいいですか？そう。明日はちょっと東京観光行っちゃいます。早く終われば。はい、57分。ストレート？みんなストレートがいいんですか？ゆるふわ巻きもしたいんですけどね。どっちにしよっかな。巻きましょう。どうしよう。清楚系コーデで巻きかストレートって思いますな。うわぁ、楽しみ。ツインはない。じゃあちょっとランキング見ます。時間が迫っとるので。やばい、押せない。押せた。よし、13位ひじきさんありがとうございます。12位すけかにさんありがとうございます。11位コーナーさんありがとうございます。10位はしむっちさんありがとうございます。9位かるちゃんさんありがとうございます。8位炭酸せんべいさんありがとうございます。7位しんちゃんさんありがとうございます。6位野原しんのすけのすけさんありがとうございます。5位チキンナンバさんありがとうございます。4位ハイドさんありがとうございます。3位北野大地さんありがとうございます。2位ともひこさんありがとうございます。1位名古屋さんありがとうございます。私ね、最近ね、あの悩みがあるんですよ。なんかね、あのおはようおはようみたいな感じでめちゃめちゃ写真あげたらね、みんなおはようしか言ってくれないのが悲しいです。重い、おはよう、かわいいみたいな写真に対して欲しいんですよ。そうだからね、写真に対してください。明日タワーレコ、そうタワーレコード渋谷店にお邪魔します。一日店長で、なので皆さんぜひお越しください。来れる方は。そうです、そう。以後気をつけます。重い女、ごめんなさい。そうなんです。欲しがり、切れるまでやりますね。そう。うん。いつも一言言ってます。ありがとうございます。そう。あ、これ見てください。私が頑張ってゲットしたビューティフルピープルと GU のコラボスウェットです。マジでこれやばい、一瞬で売り切れたんですよ。オンラインも秒でゲットしたの、すごないですか。当日に、ね、頑張りました。